今日は三千三人の検査結果が発表され。そのうち四百八人が陽性でした。連休中だった先週の木曜日と比べ。百七十八人多くなっていて。前の週の同じ曜日を上回るのは六日連続です。居住地別では。大分市が最多で百七十一人。次いで日田市が四十六人。中津市が。 45人などとなっています年代別では10代が80人と最も多く次いで20代が77人、30代が70人と続いていますクラスターは2件で大分市の高齢者施設と日田市の地域スポーツクラブで確認されていますまた若い世代のワクチン接種率が伸び悩んでいます 県によりますと、今月9日時点の3回目の接種率は、10代がおよそ15%、20代と30代が30%台となっていて、65歳以上に比べると大きく落ち込んでいます。